ビクトル・ステパノビチコ・センコは、ウクライナの作曲家、ピアニスト、教育者。彼は、チャイコフスキー、ラフマニノフ、スクラービン、そして自らの名優のミコラ・リセンコのような、助情的作風の巨匠として知られる。同時代の非常に有名な器楽作品の中にあって、彼の残した、歌曲、室内楽曲、還元楽曲、商品は、無償的な音楽にあふれ、また、 スラブ的な語法に彩られている。コセンコはサンクトペテルブルクの大家族に生まれた。父はスティパン・コセンコという軍の将校であった。1898年に一家はワルシャワへと移り住んでいる。コセンコに最初の音楽教育を施したのは母であり、彼は6歳の時には耳から覚えたベートーベンのピアノ・ソナタ第8番悲想を演奏できるようになっていた。 ワルシャワ音楽院に入学したコセンコは専門家の指導の下でさらに才能を開花させた。1915年にサンクトペテルブルク音楽院のピアノの上級クラスに入学した彼はリムスキー・コルサコフ文下のミハイル・ソコロフスキーと彼のピアノの指導者だったイリーナ・ミクラシェフスカに作曲と音楽理論を指示した。1918年に 音楽院を卒業した、彼は、ジトーミルの音楽学校で教職に就いたが、この学校は、後の1938年に公明に、彼の名を冠している。その後、彼は、ジトーミル音楽学校の校長を務めた。古仙古と弟子の音楽家たちは1921年に、レオントビチ音楽協会、ジトミル支部を設立したが、これは、首都サンクトペテルブルクの他の芸術サークルにも決して、 おとることのないものであった。彼はリサイタルではビルト・オーゾ・ピアニストとして活躍し、バイオリニストのバロデマース・コロー・ホード、チェリストのビサイリー・コリミルと共に結成したピアノ・トリオでは、1923年から1929年にかけて、ウクライナ中で250回以上の無料コンサートを開いた。1922年9月のジトー・ミルで、 彼は作曲家としてのデビュー演奏会を自作の歌曲によって飾り、2年後にはすでにモスクワでの現代音楽協会の講演に招かれて出席していた。1927年に、コセンコはウクライナプロレタリア音楽家協会に招かれて、ウクライナ社会主義ソビエト共和国の首都であったハルキウで演奏会を催した。 同協会からは1928年と1929年にも招待を受けており、彼の演奏は毎回好評を博すとともに、聴衆は彼の作品に対する大いなる熱狂を持って再縫を迎えた。新たなスターリン体制と創作所を相入れず1929年にキエフへと逃れた古ンコはリセンコ音楽演劇大学で室内楽奏者。 音楽分析学者となり、最終的に1932年に音楽の教授となった。1934年から1937年には、キエフ音楽院で教鞭をとっている。コセンコが人生の大半を過ごしたジトーミルでの生活は貧しいものだったが、彼はそれをほとんど気にかけていないようだった。 当時のソ連政府からは他の家族と生計を分け合うことを強要され、また路上生活者を頻繁に招き入れては食物や金品を与えていた彼であったが、妻が必要に行った要望のおかげで、キエフでは3部屋のアパートが与えられ、彼らは皆そこに移り住むことができた。1938年夏に除君された彼であったが、同年10月3日には治療の会も虚しく、 腎臓癌により永明した。長年暮らした不衛生な生活環境が病の原因となったことは明らかであった。彼はキエフのベイコブ墓地に葬られた。彼の妻のアンジェリーナ・コセンコは彼の死後長い間彼の音楽を広める活動を続けた。コセンコは未完のオペラマリーナを残しており、また彼の数多くの作品は今日では、 ウクライナのピアノ音楽の黄金時代とは不可分のものと考えられている。コセンコはキエフ音楽院での教授時代や公共的モルドバのシマレドブンポエムを作曲している時にはすでにモルドバの民謡の収集、研究に深く興味を抱いていた。彼のピアノ音楽は後期ロマン派と自国の国民学派の要素を設置したものである。作品の中に 特定の民謡が引用されていると直接指摘されてはないものの、古戦後は、ウクライナ民謡と関連付けられる戦律と火星、ドリア戦法、リディア戦法、フリギア戦法を使用した。これらの要素の一部は、3度、6度、10度の重音、空挙ほどやペダルポイントの使用と関連している。注釈出典。ありがとうございます。